はい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 、どうも、こうたろうです。というわけなんですけどもね、車を持ってない僕はキャンプをするときに電車やバスを使ってキャンプ場に行きます。いわゆる人力キャンパーやね。そんな人力キャンパーの僕はとにかく全てのアイテムが軽くないとしんどいです。そんな人力キャンパーの僕が集めに集めた軽いアイテム衣食住のうち、今回は食を紹介したいと思います。それではアイテム紹介いってみよう。まず一つ目はスノーピークのチタンシェラカ。カップやクッカーはチタン、チタン、チタン、断然チタン。チタンの特徴を簡単に言うと、軽い、強い、錆びない、硬い。またチタンは金属特有の嫌な匂いや味がしないので、ビールやワインなどまろやかな味がしてうまく飲めるんですよね。あとちなみに僕は合コンで好きな金属はって聞かれるとチタンですって答えてます。まずこれは 37g とめちゃくちゃ軽い。ちなみにステンレス製は 100g します。あとチタンとステンレスを持ち比べたら全然重さが違うんで、1000円くらい高いですけど、僕は迷わずチタンを買いました。あとシェラカップは近づけそのままお湯を沸かせるのがいいよね。次は 0g のチタンカップ。これは韓国のアウトドアブランド 0g が去年オンラインショップで2万円以上買ったらついてくるノベルティ用やね。これにビールをつぐとチタンのおかげでビールがまろやかでうまい。じゃあビールつきます。はい、ルネッサンス。まろやかでうまいわ。 0g のチタンカップのノベルティみんな羨ましいやろ。次はまたまたチタン。ベルモントのチタンマグシングル 300ml。 これはね、日本酒やワインなど味を変えたい時に使うカップやね。これもチタンの特性を生かしてまろやかな味になります。ワインいただきます。ルネッサンス。まろやかでうまいね。次はボンダレスボヤージのチタンスキットルやね。出ました、僕が大好きなチタンスキットル。普通はウイスキーを入れるんですけども、僕はあえてジンを入れておしゃれにジントニックをしています。スノーピークのチタンスキットルは同じ 200ml でも1万5000円ぐらいするのに、このボンダレスボヤージのチタンスキットルはなぜか3000円台で買える代物。この2つの違いはよくわからないですけども、まあ安いからええかっていう感じで使ってます。次は ETI のチタンクッカー。これは全体でチタンでできてるんだけども、チタンの弱点は熱伝導率の低さ。このチタンだけではなかなかお湯は沸かないので、鍋底に熱伝導率の高いアルミを吹きつけているので、チタンの弱点を克服。お湯が沸くのが早いです。次は外のバーナー ST310。 これはいろんな YouTuber が紹介しているこの一品。まず登山でバーナーを買うんやったらこれを買えっていうぐらいおすすめ品やね。お得が安定して使いやすく、外の溶岩プレートなどの付属品にも使えて便利です。次はウープスの鉄板ミニトレッキング用。これはまさにお一人様のための焼肉鉄板やね。小さな鉄板でソロで焼肉するたまらないよね。ついにシアトルスポーツのソフトクーラー。1993年に創業された歴史あるアウトドアブランドの保冷パメーカー、シアトルスポーツ。使わない時はこんな風にペチャッと畳めて超便利。保冷力がすさまじく、朝に保冷剤入れてビール入れても夜になったらキンキンに冷えてやがるぜってなります。次はバウルーのホットサンドメーカーダブル。キャンプの朝飯はもうホットサンド一択やね。その中でも僕はシングルよりも耳がくっつくタイプのダブル一択です。次はグレールの浄水器。キャンプ場の自炊場は全部が全部飲める水とは限らずに、生水が飲めないキャンプ場もタタ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 タあります。でもこのグレイルの浄水器を使ったら大丈夫。ウイルス除去率 99.999%、 バクテリア除去率 99.999%、 原虫除去率 99.999% と安全な水を飲むことができます。次はオピネルのナイフシャープ8。手入れが面倒なので手足が鋭くても錆びやすい炭素鋼でなく錆びないステンレスを手にしました。これでも切れ味抜群です。次はヘリノックスチェアミニ。今やアウトドアチェアのパイオニアって言われるぐらいのヘリノックス。このチェアミニはヘリオックスの椅子の中で一番ちっちゃいモデル。重さ 510g で耐荷重 90kg と軽さと耐久性を同時に追求した椅子です。人力キャンパーによる人力キャンパーのための椅子やね。ついにテーブル、スノーピークの ST630。 やっぱりテーブルがあるのとないとのが全然ちゃうよね。天板がアルミニウムで穴開き加工して軽量化している。これは重さ 395g、 耐荷重 3kg と高スペック。まさに人力キャンパーの人力キャンパーによる人力。以上、僕が持っているキャンプギア衣食住のうちの食の13点でした。これらのアイテムの詳細は概要欄に貼っておきますので、よかったら見てください。ほな、さいなら。